仲間でもあり、先輩先輩でもあり、いやでも俺は見てて、すごいデザインしてるなって。だカラーとか、まあ、パーマだったり、結構特殊系。なんかほんとちゃんと作り込んでるなって、あの、スタイルを。まあそれ結構時間かけてやってるなっていうのが、なんか見て伝わるんで、写真とかで。だから俺もそこはちょっとやっぱ俺も妥協せず、なんかいろんなデザイン取り入れて、ちょっともうちょっとめんどくさがらずに、ちょっとやっていこうかなって見てて、なんか思ったし、すげえお店もかっこいいんで、だからまあ、そういったのはやっぱすげえ、なんか刺激受けるし、うん、まあ店いつか出すかもしれないですけど、まあその時にはやっぱ、あんなかっこいい店出したいなって思います。エンターテイナーっていう、なんて感じもするし、自分のスタイルも突き通してやってるっていう感じもあるから、バーバーだけじゃなくて、まあ、タトゥーとかもそうやし、なんかそういうカルチャーも見て伝わってくるというか、一人の男としてかっこいいなって思うし、そのバーバーのフェードっていうのを、まあ、それまでもやってた人とかいろいろいてると思うんですけど、日本で広めた感じやと思うんですけど、今若い子とかでもバーバースタイル目指してる子もすごい増えてきてるっていう感じが、お客さんとかでもやっぱりめっちゃ増えてきてる感じがめっちゃ伝わってくるし、タトゥーめっちゃ入れる子も増えてきてるし、いやそれがかっこいいってなってる感じがすごい、もっと広まったらいいと思うし、タトゥーとかのカルチャーがトップでずっとそのやり続けてるというか、レプゼンジャパンしてると思うんですけどね、レプゼンしてると思うっす。響くしたいこと？あじゃあなんか店でカレー屋もやってるじゃないですか。あ、はい、カレー屋とチキンオーバーライスのお店って昼毎日それっすか？はい、まあでもほぼそうかな。あ、毎日カレーは食ってるな。いいなマジで。そこやったんや。それぐらいっすよ。だから何でも聞いてるから。